どの伝承に惹かれますかな。始めましょう。クロードは伊予の国に行き着いた。今はの苦しみが形を成したような世界だ。この地で定めが変わる。ここで伊予を止めねば、対馬に死の風が吹きさぶであろう。我を死に至らしめたのは対馬だ。主が守ろうとする者どもに落とされた地だ。かつて我は力ある巫女だ。だが対馬を滑る連中が我を妬み、密かに葬ろうと企て、置かれているのだろうか。行く手は遮られている。クロードは鍵を探した。さらばだ。訪れるものだ。
クロードは先を進んだ。